だからあそこまで行くとはってなるけど、そうじゃなくて日頃ねずっとしようのが信用をずっと貯金してきた感じになるし、うんうん、でしかも自分の代じゃなくてほらそれのうんなんとか言ったら、うん、あの人にちゃんとしてもらおうたけんね、あの人には返せんけん、じゃあその人のゆかりの人にしようかとかね、うんうん、恩返しはできんけんせめて恩送りとかいう言い方今するけど、うんうん、まあそういう感じで考えるのはいいけどね、かといってそのオフ、うん、あんなわけのわからんお布施はねまたねなんだっちがに金社長ろうかと思ったりはするけどね、はたとさえでねそのめちゃくちゃな大金言われた時点でさ、うん、今日のお話ありがとうございましたって言って2000円とか3000まで包むぐらいのところでは言っちゃうけど、そのぐらいと思いません、ね、今日いいお話ありがとうございました、ちょっと お茶とかお菓子をこうねありがとうございましたとかね、その人の時間をあれしとっちゃいけんね、2000-3000円ぐらいまでって分かるけど、なんで3000万になるぞそれが考えた話を聞くだけ、しかもよ、しかもね、なんかね、借金までしてお金をした方が口説が上がるっていうとよ、だけ上げになっていくわけよ、上げになっていくと、上げになった人、それでその因果応報でその子供たちが迷惑するやんか、だって食べるものになってことかくかとかかかかくぐらい親がそんなのにのめり込んでみたいなね、だからあんなね、あの何あんなしてその安倍首相をああいう形でしたのは蛮行じゃあるかもしれんけど、あの人はちょっと同情の余地があるよね、うん、ねあのまま正しくて、ただだらだらとさ死刑判決かなんかので今から何十年か時間かかるじゃない、うんうん、そんなことぐらいやったらもう一応目の前ね、表向きにはもう一応死刑になったってことになっといて、うんうん、あのちゃんともうね今の技術でちゃんともうあのなんかあれして、そしてスパイ活動かなんかで世の中のためにってことは、ほら要するに地下組織にはなるけど、ほら要するに日本のね、うんうんうん、そういうスパイ的なことで、ほら今度はねそういうことで売ってる、うん、その人浮かばれると思う、生き方としてねえ、ね、って私とかも思う、だからそれって社会主義とかさ、ほらポーンってもう何日か後にもう死刑にしましたって言うんじゃない、うんうん、あんなの意外と工作員にしよっちゃないかなと思ったりするじゃん、そこまで優れとったら、うん、うんうん、使い方あるやん、人材としてもうあそこまでできるっちゃけん、だろ、自分で拳銃作りました、すげえなって思いますよ、ね、そうだって乗っ取ったとかしてもそこまでできんもんね、うん、うんうん、だけどそのぐらい熱意があったらあそこまでできる人やけんさ、うん、たった何ヶ月か何年か自衛隊におっただけでそんなの聞いてあそこまでできるってすごい能力やない、うん、そしたらもうさ違うことに生かした方がいいよ、うん、そしたら彼だって救われるやん、こんなことでこうやったけど生かされたみたいな感じでしょ、うん、でもほんといい年になった時にさ、うん、もうなんていうのね、実はそうやって諜報員になってましたみたいなね、うん、もうありと思うわ、35年後ぐらいやったら、そうです ねと思うけどね、死刑すればいいってもんじゃない、そう、ね、だけどあの要するに罪をねうんぬんじゃなくて、うん、その生かし方あると思う、あそこまで優れとんなら、うん、ねって思うね、私とかそんな頭いいんですかね、そうなので あの資源を生かさない手はない、だって人間、うん、日本ってこう物はないちゃいけんさ、うん、優れた人を生かすことしかないわけやん日本って、うんうん、それもありやねと思うね、うん、みんなでじゃあ口裏合わせてそうしたっていうのもね、ありもしそうなったらね、うん、怖いって言うかもしれないけど、いやそのままあってもいいかなと思ったりしますよ、うんうん、どうせやったら、だからその人も救われるもん、うん、そういう生き方したら、そうですね、いっぺん死んだ気になってさ、うんうん、なんかね、自分で拳銃作れて無理って言いますか、とかそんな成功率をあそこまで高めるなんて、うん、バーンとかって自分を暴発して自分が怪我したとかね、そんなまた作れるかもしれんよ、うんうん、だってそう詰め込み方でさ、うんうん、ね、うん、自分がそれでね爆発してうんぬみたいなとこまで作れると思う、うんうんうん、けどそんなあんなものは作れんよそれ、しかもあんなちゃんとほらいつ狙うかみたいなのとかもさ、うん、あれはもうスパイに死んじゃった方が、そうですね、うん、ねと思うけどね、もう元の気が死んでしまいましたってことですれば、そう、ね、そうだけどまあそうね、病死しましたねしとけばいいやんか、うんうんうん、ねえ、いいんですね、顔変えて戸籍変えて、そう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 、できるやん、だってそれもうにやられるよ、日本政府ぐるみでみんながせないか、それに携わる人がせないかんちゃうけど、うんうん、なんとでもなるやろ一人ぐらい、うんでそんなことで何とでもなるようとしていろんなことしたらいかんけど、今回の場合はね、私はそういうある意味嘘も方便じゃないけどね、あの世の中で一番あの悲しいことは嘘をつくことですっていう言葉あるんだけど、いやー使っていい嘘もある、こういうの使っていい嘘ってあるなって思ったりしますよ、私とかは、うん、あの普通の考え方しないんで、うん
なわけね。せっかくならね、そこまでやれるんならそれその人を生かすと思う。それの方がそんな今からさ、こんな罪状でどうのこうのとかでずっとその何十年もそんなことで過ごすんならさ、うん、まあまあだいぶね、その罪を償ってどうのこうのとか言った時にはもういいじいさんになってしまうけんさ、うん、せっかくならもったいなくない？頭いいんですよ。頭いいね。ねえ。あね、素人なんてできないことですよ。そうよ、ね、やってて何十年自衛隊におったってそんなことできんしよ、みんな多分できんしたらできんよ。頭いけるんですよ。あらもったいないよ、ほんとあのままにしとくのは。でもある意味でもあんなしてくれたけん、変なカルトチックな教団とかいうのが、うん、ね、あれだけこういろいろなったきっかけという意味では、うん、あれで救われよう人もおるよね。うんうんうん、ね、メスが入ってさ、そうです ね。いや、あのあれをあんまりこう思ってたって悪く言う人少ないっちゃあるみんな、うんうんうん、あの人ね、うん、あのなんかあのまま試験にならんがならんなる方ならんで、それがな表向きもなっとってもいいけ、うんうん、なんかね、いいね、そうそうそう、思わん。その人の使い方があると思うんですけどね。逆にね、うんうんうん、あそこまで優れとっちゃけね、そうそうそう、せめて言われたらできんよ、その辺の人にはできないことをするんですけどね。いやいや、あの政治家を狙ってどうのこうのとかいうことはそれいいことではいいことではないけどね。うんうん、でもなんかあれね、あのほら義賊って言ってほら、ほら罪は悪いことやけど、こう庶民がさ絶対悪って言わないような出てくるやね、歴史上にもね、うん、そういう人の一人やね。ね、殺したことは悪いことやけどね、ね、なんかね、いろんなでもさ、奈良県警は。あの手薄ってことも完全にもうなんかね、うん、だって岡山じゃできんということで諦めとおしゃうわけよ、うんうん、次奈良やったらできるっていうのがね、できるっていうのがほらだけどのぐらい捜査とかが不備かとかいうのも分かっとけわけない、うんうん、だけど奈良ならできるって思ってもうそれでずっとあれしとったっつってね。ここはできないけどここはできるって思う。いやいや、だけどそんなもの、ね、そんなもの分析もちゃんとできとおしゃうわけやけど、うん、だけどもったいなくない、ああいう頭のいい人はさ、使い方によってはね、そうだ、それとしては役に立つかも。いや、ね、そうよ、ね、だって今きな臭くなっとっちゃけんさ、うん、ああいう人こそさね、そうそう、いや だって賢いっちゃけん、うん、と思うよ本当に、うん、一人頭がいいんやけん。そうだから要するにあの日本の平和を守るために、うんうん、その要するにね、あのしてあなってくれって言ったら多分彼は何て言うかな、切り替え切ると思う。いや、それで、ね、用途話しちゃって心理学的にこういろんな、ね、人が見て、うん、いや、これやっぱ無理だって言いちゃったら別やけど、うんうん、そういうね、可能性があるんじゃないかっていうので、うん、心理学者さんとかなんとかが、そのあの人とこう、でもうほら、終わってからはさ、全然暴れたりも、あ、もうしょしょれんめん、ほら、ちゃんと粛々と全部にね、答えたりとかなんかしましょろ、うん、そういう意味でも品格もあるしね。そう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 。ね、もったいないね。うん、いや、だけ振り幅が広いというかさ、なかなかいい行いってこうほら人にこう伝わらんけど、うん、ね、ああいう行いはねやっぱちょっとねこうバーって伝わるっちゃうけど、でも悪い犯罪する人もさ変なのもおるよね、もうちょっとすごいよね、獄中からさなんでね、あのルフィとかさ、うん、すごいよね。だけもうね、とにかくね電話かかってきて、うん、なんかほらお話を聞いてもらいたいお年寄り、うんうん、狙われるよね。だけどもうベラベラ知らせるせいにいろいろ話したらいかんって話よね。そらしか、もう。あれはあれで頭がいいと思いますけど。まあね、でもあっちは、あっちの犯罪はしょうもないね、悪いけど。うん。そういうの詐欺まがいはやっぱよくない。かっこ悪い、あれは。うん、よくない。それだって一、もう、ほんのその時だけやろうが。そうそう。で、もう捕まってから、あんなんよく、もう、だけど、なんか、あとほら、なんかの給付金詐欺とかなんかも全部公務員ばっかりとかさ。うんうんうん、なんで、あ、まあ、公務員やけ余計であんな出るっちゃろうけど、その詐欺と、なんかと、ほら、わいせつ罪のなんとかかんとかばっかりね。あとは、まあ、もう飲酒運転と。もう願いだけど、まあ、飲酒運転で推してしまうし、いや、でもそれも代行使ったり、もう車を置いて歩いて帰るとかね、せないかんね。ね、やっぱね。そうそうそう、やっぱだけちゃんとせないかんとよ。しょうもない犯罪が多いですね。しょうもない。ほ
それとも面白い、安倍さん殺したらすげえな。いやいやいや、いかんよ、いかんとよ、いかんけど、その理由がね、理由がね、なんか同情の余地がものすごくあるなって思うよ、うんうん、それはだって大変だと思うよ、やっぱりね、うん、だけど、まあいかんことはいかんということで、まあそうね、情状酌量つくんかな、わからん。だけどあれはさ、あれで裁く人大変よ、今度は、うん、ああね、ああいうのをジャッジするの大変やね、うん、あれも裁判に裁判とかなるのかな、なるんですかね、分からん。なかなかでも注目される裁判になるよね、うん、この人がね、いろいろ考えるね、ごめんなさいね、あの、いえ、ここないやろうねあ、でもさ、ほら、信用ってお金で買えない、やっぱ自分でコツコツやっていくの延長上からね、うん、そうです。